皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はカルディで購入してきたこちらピスタチオバターのご紹介です。とっても人気の商品で売り切れ続出中だそうです。早速中を開けてみたいと思います。こんがり焼いたパンにピスタチオバターをつけてみます。ピスタチオバターカルディのこんな感じになっていまして、中を開けると綺麗なグリーン、深いグリーン、すごく柔らかい感じです。柔らかい感じのピスタチオバターをパンに塗ってみます。すごい柔らかいのでさーっと伸びます。塗った感じはこんな感じで、ちょっと透明感がある感じです。あ、ピスタチオの味、うん、ピスタチオよね。鼻に抜ける香りがピスタチオですね。香りがピスタチオ、うん、あ、ほんのりじゃないですか、うん、そこまでなんか、すごい濃厚かと思ったけど、うん、じゃ結構あっさりめですね。濃厚じゃないよね、うん、あっさりしてる。なんかバターというよりもジャムに近いかも。そう、なんかピスタチオをローストして芳醇なバターと絶妙なバランスで風味豊かなジャムに仕上げましたっていう。あ、ジャムなんです。ジャム、え、バターって書いてある。バターを使ってるので、うん、中はジャム、完璧に。でも美味しいね、これね。美味しい。これパンだけな。いや、クラッカーとかにもいいし、あとお菓子作りの材料にも使える。お菓子作りの材料、うん、あとよ、使いやすいは使いやすいよね。柔らかいからですね。あとはヨーグルトに混ぜても美味しいそうです。ヨーグルトあった？あります。じゃちょっとヨーグルトにも入れてみよっか。はい、ではヨーグルトにも入れてみたいと思います。ピスタチオバター、すごい柔らかいのでヨーグルトにも合うかな。こんな感じ、ちょっとおしゃれな感じに、色がね、緑色だからおしゃれな感じになります。入れてみましたけど、すごいね、混ざらない。しっかり混ぜないと混ざらないから。ソースほどサラッとはしてないから、やっぱちょっとすぐには混ざらないですね。混ざらないよ、ね、ブリブリと混ぜたら大丈夫。ブリブリと混ぜないと混ざらないから。ちょっと少し残っとってもいいのかもしれない、うん、それが。こっちの方がピスタチオ感が。え、美味しくない？これめっちゃ美味しい。 パンよりもこっちの方が美味しい。いや、びっくりするぐらい美味しいですね、これ。美味しいよね、これ、ね。びっくりした。めちゃめちゃ、なんかこっちの方がピスタチオの味が、ね、うん、引き立ってますね、うんうん、なんでパンよりもこっちの方がピスタチオ感が。じゃあお料理に使ってもいいかもしれん、うん、これ。いや、これヨーグルトが正解ですね。めっちゃ美味しい、うん、美味しい。これアイスクリームに入れてもいいかも。いいかも。バニラクリーム、あのピスタチオアイスって今流行っとるやん。そうで、ピスタチオのアイスってジェラート屋さんに行くとちょっと高いんですよね。ちょっと高い、そうそうそう、高い。お家で楽しめる。あ、これはいい、うん、うん、めっちゃ美味しいですね。激うま、めっちゃ美味しかった、これ。びっくり。品数が少なくって売り切れ状態が続いてるらしいよ、これ。これ見つけたらすぐ買わないと、うん、見つけたらすぐ買わないといけないらしい。カルディの商品でした。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。